星会シリーズにおける天が銀河内の平面宇宙の勢力図。赤色が四カ国連合、青色がアーブによる人類帝国を構成する八王国四カ国連合とは森岡博之作の小説、星会の紋章及び星会の戦記に登場する聖刊国家間の軍事同盟で、正式名称はノバシチリア条約機構という。四カ国連合とはアーブ側の故障であり、 彼ら自身は民主主義諸国と呼ぶことを好んでいる。文章、戦記通報を除いて原作に4カ国連合の人物はほとんど登場せず、不明な点が多い。人類により、公正館移民が開始されて、以降、公正館宇宙船の動力源は、ユアノンというエネルギーを放射する謎の粒子による、アコウソク広報のみであり。 構成形館の移動には膨大な時間を要していた。しかし、ユアノンこと門による平面宇宙広報が発見されたことにより状況は一変した。平面宇宙広報は史上初の画期的な超高速広報を可能にした、反面人類の間に恒星間戦争を引き起こす原因となり得た。遺伝子改造によって誕生した新たな人種であるアーブはそれを危惧し、 人類社会を統一することで、広報技術を力で独占するべく、アーブによる人類帝国建国を宣言して、他星系の平凡に奔走した。しかし、アーブの目論みは、外れることになる。彼らより先に、偶然から平面宇宙広報を発見した数名星系の人間たちが高い対価と引き換えに20の星系へ、その技術を提供したからである。その後、 アーブの器具は的中し、平面宇宙候補を導入した政形による、政刊国家が多数誕生しては統合、分裂を繰り返した。一方、アーブの方も時には紛争の当事者になり、皇帝二人と皇太子七人などの犠牲と引き換えに、多数の政形を平等した。そして最終的に、アーブ帝国の他に、天が銀河に存在する政刊国家は四つだけとなった。 帝国歴940年、4カ国はアーブ帝国に対抗するために人類統合体のノバシチリア政権においてノバシチリア条約を締結。連合側は帝国の態度の難化を期待していたが、自ら敵と宣言してくれた、と帝国側は逆に感謝していた。以降、両者の対立関係は穏やかなものであったが、帝国歴年になるとカ国連合は、 帝国のハイド政権征服を突如避難し、ハイド政権の独立及び帝国内への回廊設置などを要求。その間に、4カ国連合は、アーブ帝国を一気に覆滅するため、帝国から最短距離の門を捜索するイオラオス作戦を開始し、2つの門を発見。帝国歴952年、4カ国連合は、軍事評議会により発案された。 ヘラクレス作戦を発動し、発見した門から先制攻撃として、ジントとラフィールが登場していた、巡察官ゴースロスを撃沈。連合側は、ゴースロスが先制攻撃したと主張し、スファグノオフ公国を軍事占領。これに対し、アーブ帝国皇帝ラマージュは連合への戦線を布告。これが、帝国との長きにわたる戦争の始まりとなった。国力は、 人類統合体、ハニア連邦、拡大アルコント共和国、人民主権政権連合体の順である。連合側の総人口は、約1兆千億人ほどである。なお、ハニア連邦が中立を宣言した後は参加国連合と呼ばれていた。一部の人は、ハニア連邦は中立を宣言して、ノバシチリア条約機構から脱退したと誤解しているようであるが、ハニア連邦は依然として、 ノばしチリア条約機構の正式な加盟国である。4カ国の中で最大の勢力を誇り、6000億余りの人口を要する。リクパルという共通語を使用している。4カ国中、最も自由と民主主義の不況に熱心であり、それゆえか4カ国の中でアーブとその帝国を反民主的であると特に憎み、敵対的である。しかし、その自由と 民主主義の運用面での実態は、併合した惑星国家に対して人類普遍の価値観と称して自国の価値観を一方的に押し付けたり、所属する星々に文化的同化を半ば強要するなど独善的傾向が強い。自らの自由意志で惑星間国家への併合を決定したミッドグラットのように啓蒙と称して文化に関渉。惑星間の交流が4カ国中もっとも、 活発であるが、これも統合大国内の政治的、文化的統合を強化するために中は強制的に交流を推奨する政策が取られているためである。このような考え方は4カ国、第2の勢力である、ハニア連邦イコール数人の間でも一部に見られる。もともと複数の政官国家が連合して誕生した国家であり、政体も政経ごとの連邦制であるが、そのために、 数々の政策にもかかわらず内実はバラバラでそれほど統一されていないとされる。また、アーブへの憎悪のあまり、反民主主義とは直接関係ないようなアーブ的な要素までも剣をし、徹底的に排除、差別する政策が公然と行われており、かえって自由と民主主義を損なう結果を生み出している。その甚だしい例として、シレジアフロー族に対する差別が挙げられる。 人類統合体に併合される以前のシレジア共和国において遺伝子改造による不老化処置を受けた彼らは軍事独裁国家であった同共和国の支配階級の子孫でもあるためか先天的に民主主義の本質を理解できないと決めつける偏見が軍内部においてもまかり通っている。また、シレジア不老族同士以外の人間との間で自然受体によって生まれた子供は 例外なく体内で眼化するが、人類統合体においては受精卵段階での遺伝子検査及び遺伝子調整はいかなる目的であっても違法であるため、シレジアフロー族の結婚には厳しい規制が設けられている。占領したスファグノーフ公国の惑星クラスビュールの一般住民に対しても髪をアーブ風に青く染める行為を帝国に冷蔵的な奴隷民主主義の現れと決めつけた上で、 人類にふさわしい色に染め直すように指示し、指示を無視し続けた市民の髪を強制的に刈り取るなどの行為が行われていた。麻薬は当然のこと、タバコも禁止されるなど妙に厳格な点も多い。死刑制度はなく、公正不可能な犯罪者は、惑星全体を刑務所とした更生施設に収容される。国民は、政権単位のみの政治に関与できる。 政経市民と統合体の政治に関与できる統合体市民の2種類に分けられており、この両者の権利の格差から、前者を2級市民、後者を1級市民と考える者も,もいる。なお、政経市民が統合体市民に格上げされるには、共通語のリクパルを操れることが条件の一つとされている。軍事力においては、官邸の性能自体は、帝国の同志官と、ほぼ互角であり、 多弾頭機雷のような新兵器を開発するなど、技術力も決して低くはないが、作戦内容が硬直的で柔軟性に欠ける傾向がある。また、戦場に特戦艦や報道官などの官僚を随伴させる風習がある。上記の勢力図では、ラスイース王国とスユルグ勢で王国によりくさびを打ち込まれる状態になっており、戦記、愛では、帝国は両王国を 出撃基地として人類統合体を攻撃している。戦機、部位にて平和維持軍の主力を密かにハニア連邦領内に送り込み、防御が手薄であったクリューブ王国へ進行、一気に帝都、ラクファカールに奇襲攻撃をかける。帝都攻防戦で帝国側の自爆攻撃のために多大な損害を受けつつも史上初めて帝都、 ラクファカールを攻略することに成功した。その勢いのまま臨時帝都へ脱出する帝国軍に追撃を仕掛けたが、これは不死鳥第七艦隊によって撃退された。戦ク6においてはスキール門からの進行部隊の9割以上を占めている。あまたある聖寛国家の中で帝国歴959年段階において唯一当時のアーブ帝国の帝都、 ラクファカールに対しを置いていた。また、領土内にアーブ帝国八王国の一つであるクリューブ王国が孤立して存在する。アーブに先駆けて平面宇宙候補を確立した数名人が核惑星に移住したことにより人類社会で初めて誕生した聖寛国家。他の聖寛国家が戦争などによる拡大を経験しているのに対し、ハニア連邦のみが純粋な移民によって 勢力拡大したという歴史を持つ。他の政官国家が他民族国家であり、国家としての統合を維持するのに苦慮、あるいは諦めているのに比べ、ハニア連邦は数名系移民を共通して祖先に持つという歴史から、事実上数名人の単一民族国家であり国家統合は比較的うまくいっている。連邦中央政府では皇帝と呼ばれる人口知性を顧問として、 その勧告に従って政策を決定している。数名人は人類史上初めて平面宇宙広報を確立した先進的な民族で、その勢力の大きさから考えても民族単体としてはアーブに次ぐ存在である。しかし、アーブとは全く異質な民族性を有している。彼らが生涯国家を運営する主な動機は自分たち数名人だけの世界を守り、 その価値観と意識を保ち続けるためで宇宙空間や平面宇宙広報技術の独占には全くと言って良いほど関心を持っていない。移民により勢力拡大したといっても、ハニア連邦政府が人口過剰な惑星の住民を強制的に他の惑星へ移住させたものに過ぎず、個々の数名人はなるべく一つの惑星で一生を終えるのが最高の人生であるという価値観を有しており、 各惑星への帰属意識がかなり強い。そのため、各惑星の経済格差は著しいが、ほとんどの惑星は自給自足が可能であることと、他惑星のことに関心を持たない民族性により、特に問題視されていない。宇宙軍関係者を除けば、政治家や国民の大半は、自生系のみに関心を示し、宇宙には無関心である傾向が強い。しかし、 国内での政治闘争はしばしば生産になることが多い。上記の事情から数名人の伝統と政経内での政治的独立を容認してくれるのならどこか別の政官国家に服属しても構わないとすら考える地上派が存在している。服属先としては個々の地上世界の内政に対する不干渉を決め込むアーブ帝国が上がっている。地上派は 帝国歴959年時点で、連邦中央政府での実権を掌握していた。地上派と対局に位置する、宇宙派と呼ばれる勢力も存在し、国家の行く末をめぐって熾烈な権力争いをしている。帝国の情報局からは、ハニア連邦の軍は、規模は、まずまずなものの、装備が旧式な上式系統にも問題があり、総力戦となれば、自国の領土を守ることすら、ままならない。 と評価されている。その一方で、情報収集能力、国外に対する自国の機密保持は非常に高く評価されている。イリー正規改戦には参加せず、改戦後、4カ国連合側が帝国に先制攻撃したという事実を帝国側に突きつけられて中立を宣言した。帝国歴959年、権力闘争の末に劣勢な立場に立たされつつあった、地上派は、 自分たちが連邦中央政府の権力を掌握している間に国家ごとアーブ帝国に基準することを拡索する。地上派の一人、ティンクイハン中帝国大使は皇帝ラマージュに接触して帝国への基準を打診したが大使が提示した条件をめぐって帝国側の協議は難航。最終的に大使の提案に沿った形で連邦を武力併合する行き勝作戦が発動することとなった。 だが帝国艦隊が解消、再編された直後、連邦は突如として、クリューブ王国へ侵攻する。それに伴い、ティン大使は外交監督権を停止された。上述の通り連邦中央政府は、地上派が中枢、地上派の政策に反対していた、宇宙軍は参加国連合と独自に、かつ秘密裏に連絡を取り、中立の破棄と参戦を決めた。宇宙軍は、 連邦中央政府に無断で密かに三カ国連合軍の主力部隊を自国に引き入れる一方、自分たちの行動が連邦中央政府に露見しないようにわずか2隻の宇宙戦艦を出してクリューブ王国へ侵攻した。事実上の反乱ではあるが連邦中央政府は結局追認せざるを得なかった。連邦中央政府と軍の分裂が結果的に行き作戦の失敗と四カ国連合、 軍による帝都進行作戦の成功につながった。戦機6では10年の間に人民主権政権連合体と独自に合同軍を組織し連合体内に連邦宇宙軍を駐留させる。結果連合体は半ば占領された状態となった。帝国軍による壁歴作戦による連合体降伏後も宇宙軍は宇宙派領収の愛来年元帥を中心として 旧連合大量エミクーシ制系に居座った状態にある。その一方、地上派は人工知性の勧告に従う形で完全に包囲した状態のスキール王国へ、極秘のうちに軍師を送り込んで情報交換を行っており、事実上、連邦は地上派と宇宙派で完全に分断状態にある。なお、料理は高く評価されているが、酒にはろくなものがないと言われる。 事実上名前のみ登場。強力な官僚機構を有する。主政系であるアルコントが文化的、経済的に突出しているおかげで、国の統一が保たれているが、多民族国家ゆえの悩みも抱えている。4カ国の中では最も地上世界的な国家であると言われている。戦期、v では4カ国連合艦隊の約1割を占めた。その名の通り試験を持つ、 惑星国家が平等の各惑星の文化的さえも大きく、それがために4カ国中最もアーブ的な整形運営を行っていると呼ばれている。無論、強大な帝国が整形間の交易と空間戦力を独占することによって各惑星を支配するアーブとは国家機構は全く異なり、各惑星が政治的、文化的自主性を持つことだけが共通点である。 また、連合体政府の職員の大半は、連合体軍関係者で占められており、二代続けて政府職員となることが禁じられているなど、独自の制度があり、連合体政府の役割は極めて限定的なものとされている。主政系は、ノブキンシャス。元首は、連合体大統領。判定国で参戦したというより、人類統合体に侵攻されることを恐れて、 反帝国の足並みを揃えた国であるとされる。なぜなら、仮に、アーブ帝国に敗れて併合されることがあっても、各惑星の自主性はそのまま保たれるが、人類統合体に併合された場合は、自主性は剥奪されてしまうからである。ただし、以上は、アーブ帝国の情報局による分析であり、真実かどうかは、現在のところは不明である。戦 V では4カ国連合艦隊の約1割を占めた。戦期6では10年の間に、ハニア連邦と独自に合同軍を組織し、領内に連邦宇宙軍の駐留を受け入れたが、対帝国強硬派の宇宙派で構成された。連邦宇宙軍により連合隊は半ば占領された状態となった。その後、帝国軍の壁靂作戦によって、連合隊、連邦合同軍の拠点があった。 バハメリ政権が陥落し、続けて、ノブ・キンシャス政権周辺の艦隊も壊滅したために、連合体政府は帝国に対して降伏を受諾。四カ国連合で最初に滅亡した国家となった。帝国により、所属政権の主権返上並びに返入が進められる。一方、連邦宇宙軍は、連合大量だったエミクシ政権へ集結している。長射定時空気道は暗という。 アーブ側ではあまり使い勝手が良くないと考えられている兵器を重視しており、アーブからは戦いの相手としては面白みがないと評される連合大軍だが、この一点においてのみアーブから面白がられている。それ以外にも防衛艦と呼ばれる時空砲発生装置を搭載していない艦艇を運用しているのも特徴であるほか、連合体が用いる行集工法はやたら出力があり、 帝国の突撃艦の手法よりも強力である。以上、アーブ帝国や人類統合体と比較して独特な兵器体系を有している。ただしその中の一つであるサムソンの故郷、ミッドグラッドは同技術を利用することのないまま地上世界に泊まり、後に帝国へ併合される道を選んだ。ただし、ロブナス政権の刑務官たちは帝国に併合された。後には支配を受け入れ、 同性形脱出後に国民になっている。このため、アーブへの差別意識が統合体のどこまで浸透しているかは、不明確であるかなり独特な食文化を持っており、これに干渉されるのを嫌ったのが、最大の原因であるようだ。後天的な遺伝子治療は合法であるほか、気質性の先天性障害に対しては、機械工学的医療で対応している。スファグのオフ広告において、 髪の毛を青く染めるのは単なるファッション、最新の流行であった。なお、頭を剃るのは以前の流行であり、時代遅れの流行を強制されるのはスファグのーフ公国の領民にとってかなりの屈辱であるとのこと。人類統合体に限らず4カ国連合の官邸は空式核機関を持たない人間が操縦するため、コンピューター制御で補っており、アーブからは相関に、 優雅さが欠けると評されている。この言い回しの意味するところは不明。星会の談笑3収録の短編、介入において平面広報の技術供与の代償として惑星そのものを要求した例が描かれている。ただしアーブの介入によって未遂に終わった。他で同様の詐欺的取引の成功例があるかは現時点では不明である。各政権政府には独自に 無防備宣言を発令することが許可されているほど、最もっともハイド政権防衛のために駐留していた人民主権政権連合大軍のまたイ第十二師団は当初から戦争に乗り気でなく人類統合体に置き去りにされた後に兵士全員がハイド政権に帰化している。面白いというのはアーブならではの言い回しであり、実戦においては脅威視される描写がある。 防衛艦にはいくつかの種類があるようで、重防衛艦は、電磁投射砲を搭載するなどを火力面で、星海軍の襲撃艦に匹敵し、時空砲発生装置がない分軽量なため通常、宇宙での機動力にまっさる。ありがとうございます。